ビッキーとミナメロの土曜日はメロディーカフェでオールオーケー、はい、始まりました。はい、店長のビッキーです。どうぞよろしくお願いします。はい、スタッフのミナメロです。皆さん元気ですか？はい、この1週間ね、私はハワイへ、そしてミナメロちゃんは香港ね、行ってまいりました。はい、行ってきました。ハワイ行ったとは思えないほど色白でしょう。白い、私の方が白いじゃないみたいな。香港で焼けたんじゃないみたいな。香港焼けしたかもしれないです ね、はい、まず気温は何度ぐらいでしたか？着いた日は25度ありました。あ、25度。はい、大体まあ平均そのぐらいの、そのぐらいみたいかな、ね。ハワイの方はですね、やっぱ20ちょっと高くて28度から、28度前後でしたね。で、日本の夏とは違ってやっぱりちょっとカラッとした感じで、湿気はあんまり感じませんでしたね。こちらは逆にジメッと、ジメッとしますから、あ、ジメッと、はい、ジメッとムシッとでしたよ。ジメッとムシッと香港は。あ、洋服はどんな感じの？もう洋服薄着加減はもうT シャツにちょっと薄手のものを羽織るぐらいの感じでしたね、みんな。なるほどね。半袖の人もいたぐらいでした。あ、なるほどなるほど。今の日本の感覚で言ったらもう暑くて全部脱いじゃう。あの時だから日本はだって、まだ何最低気温5度とかですよね。とかね、上がっても12、3度だったかな、なのでだいぶね、気温差は ありましたけど、ちょっと一足先にね、私たち夏を体験して、そしてまた戻ってまいりました。そうだったよ。ね、短い期間でしたけども、香港は何泊？2泊3日です、2泊3日、はい。私は4泊6日ということで、お互いじゃ思い出とか美味しかったものとか全部こう合わせて、はい、トップ3、思い出トップ3、どうでしょうかね。はい、いいですね。じゃあまず3からお互い言っていきましょうかね。はいはい、どっちからいこうか。じゃあじゃんけんで、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでぽい。待ってもう一回仕切り直し。最初はグーじゃんけんぽい。言われている、美味しいあのパフォーマンスを見せてくれる、田中オブ東京という田中さん、田中さんち行ってきたんですよ。この旅の間2回も。そうなんです。あのシェフの方がですね、もうあのこうナイフとか、ひっくり返す部屋とかを、このパーカッションの楽器のようにパンカ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 ンってやって、で塩コショウを、カクテルの振るバーテンダーさんのように、こう
空中へ飛ばして空中から背中でキャッチとかね、すごいですね。あとエビの尻尾を切ったらどこに、みんなのお客さんのお皿にもチュンチュンって飛ばせるんです。で最後はこのシェフの帽子のここにめがけてポンってたらスッとこのここで受け止めたり、すごい、またここに空いてるポケットにエビの尻尾をピュッて飛ばしたりとか、妙技すごいですね。素晴らしかったです。楽しくなっちゃってお酒が進んじゃって、うんうん、ね、お財布は寂しいみたいなお財布は寂しい、お財布は最後寂しいみたいなね、うん、はい、でも楽しかったです。ごちそうさまでした。いはい、トップ2のトップ2でした。はい、香港トップ2、うん、中華料理。お、本場ですから。本場ですね。あのこう日本の味に慣れてますけど、本場の味はすぐ馴染めましたか。はい、すごくいいお店に行くとすごく美味しかったです。いろいろありますからね。いろいろあるんですよ、うん、まあ、一番美味しかったのはやっぱりヤムチャ系。ヤムチャ系、チャーハン、うん、1日に2回食べましたね。違うお店で3時間ずつとしては、うん、あのお茶、お茶調味茶っていうのをね、うん、一緒に飲んだんです。飲んで食べて、はい、お茶がいいらしいです。調味茶、そう、なんかね、脂肪を燃やしたり、うん、向こうの人は調味茶って言ってて、うん、日本で略すと冬眠茶、はい、寿命の寿に眉毛の眉、寿命の寿に眉毛の眉にお茶って書いて、向こうの人は調味茶、調味茶、うん、なんかね、寿命が眉毛のように伸びそうです。そういうこと。だから眉毛伸びましょうかな。だから現実的かな。ね、伸びちゃって。でも伸びやすいお茶で。すごく、うん、それをこう一口食べ一口飲んでみたいな、結構あこんな感じでやってたんですよ。あ、じゃあ、あの、うん、ヘルシー。ヘルシーだと思います。ね、こうあの油を使ったりする料理もあるんだけれども、うん、炒めるね、はい、炒め系ね。だけどもヘルシー、うん、お茶を交互に飲みながらね、うん、いいじゃないですか。よかったね、健康的になって。健康的な食事をしてきました。おめでとうございます。ありがとうございます。私の第2位、はい、やはりですね、うん、自由行動の日が全部で滞在4日間あったうちの前半2つがこのホノルルフェスティバルっていうところに参加して、で後半の2日間が自由行動の日も、この初日までのオプショナルツアーに参加させていただきまして、パワースポット巡りをしたというのがやっぱり特殊かな、うん、ホノルルにある出雲大社、日本でも行ったことないのにホノルルの出雲大社さんにね、お参りに行けたりとか、あとアメリカで一番綺麗なね、ビーチ、まあ、そこでいろんなやっぱり映画のロケ地になったりとか、あとモデルのエビちゃんとかいますよね。エビちゃんが化粧品の会社の CM の、撮影場所になった、広がる崖の上に立ってとかね、うん、あとはパイレーツオブカリビアン の、うん、人魚ができる出てくるシーンがあるらしいんですけど、うん、そこ の、 岩場とか、うん、なんかそういうのが日本人がね、わーわーみたいな喜ぶところに、ツアーで連れてっていただいたり、いいですね、よかったですね、うん、でもやっぱり人気ナンバーワンビーチっていうのは、さざ波の音が、もう本当に穏やかで、うん、なんかずっとそこに戯れていないみたいな、うん、で、あとは行列ができる、日本人今パンケーキ大好きですから、うん、パンケーキ屋さん、オムレツとパンケーキが有名なお店があって、うん、でそこで並ぶとも行列で 1,2 時間待っちゃうので、うん、テイクアウトで予約しといて、うん、そこで買ってビーチのベンチで食べるとかね、うん、ピクニック気分も味わったりとか、いい、まあまあその重厚度の初日っていうのは良かったなと思いましたね、うん、でぜひ行った際にはね、うん、いただきたいなと思いましたね、うん、はい、またビッキーの お互いに、はい、SNS とか、はい、Facebook でも紹介してますので、はい、覗いてみてね。それではベスト1、はい、トップ1、ナンバーワンですね、はい、はい、香港のナンバーワンは、はい、マイメロちゃん変わらない、マイメロ愛、変わらない、マイメロ愛ですね、やっぱりね、どこ行ってもマイメロちゃんでした、うん、あ、はい、あ、じゃあ
そうなんです。あったんですか？サンリオショップがあったんですよ。うんうんうん、もうこの OK Google ってやつね。ここから近いサンリオって言ったらすごいテランっていっぱい出してくれて、すごい近くにあるって言って、うんうん、2軒回りました。あで最後に空港でも香港の空港でも1軒あって、トータル3軒行っちゃいました。おめでとう、ありがとうございます。おめでた続きですね。はい、ありがとうございます。ね、でも嬉しいよね。嬉しい。自分がもう、もう大好きな大ファンのね、うん、あの香港メロちゃんに会えて、はい、メロネーに会えて、メロネー。はい、でなんかあの普通に、こうね、日本人とか外国の、向こうからしたら外国の人のお土産売り場があって、うん、どっかのビルの2階ぐらいに、うん、でそこにマイメロちゃん、アイスのね、うん、形したマイメロちゃんがこう飾られてたんですよ。あら、ついになって、うん、これ絶対売り物じゃないよなと思って、でも見たことないし、日本じゃ、うん、なんかサーティワンのアイスのマークに似てるんだけど、サーティワンじゃない、うん、ない。これ何ですかって言っても、あ、アイスって言ったら、アイス、アイス、アイス、ボディーバンみたいな。英語あんまできねえみたいな。やっぱ英語ぐらいしか伝わらない。そう、伝わらない。そう、現地の言葉ね。伝わらない。それもまだお疲れ様でした。でも、ハウマッチしか聞けなくて。ハウマッチ。これはどこの店なんだみたいなの聞けず、ハウマッチって言ったら、FT って言われたんで、買えると思う。買える。よかったです、はい、でもやっぱりね、両方買っちゃいました。好きなものが手に入ったということで、うん、最高ですね。最高です。最高の思い出が作れましたね。はい、うん、まあ、私の、うん、ナンバーワン、はい、やはり今回の目的はホノルルフェスティバルでよさこいを踊る&歌姫やってきました。おねえ、うん、日頃ずっとあのジュエリーキッスは誰のものはね、はい、あのミナメロちゃんが、はい、あの昨年はずっと担当で、うんね、あの頑張っていただきましたけど、はい、今回はアメリカで歌ったのを、うん、っていうことなんで、うん、なんかいろいろ大きいビッグスクリーンにね、うん、その姿が映ったりとか、うん、あの向こうのテレビで応援されたりとかしたと思います、うん、報道陣に来てたんで ね、なので本当にいい思い出ができました、うんうん、ナッチさんありがとう。ね、また機会があったらホノルルよさこいも行って、フェスティバルでね、また行って参加したいなと思いますね。やはりあのダイナミックですね。ダイナミックです。ステージもそうですし、なんかお客さんの数なんかもそうですし、パレードがね、なんと 1.5キロ。うわ、はい。長かったね。でも日本からもうそれこそ弘前のねぷた祭りの大きな山車まで来たりとか、やっぱりねすごかったですね。そのだからハワイと日本の文化交流が、あの第23回ということなんで、23年続いてきたことなんですね。なのでこれからも仲良していたいなと思いますので、ちょっと一つの協力ができたのかななんて思って、これからも日本でも頑張っていることをどんどん発信していけたらいいなという、この思い出でした。はい、どうもありがとうございます。ということで、おっと、リキ店長、今日これからまた出かけなきゃいけないので、はい、この後の告知は頼んだよ。はい、頑張ります。ということで、行ってまいります。はい、行ってらっしゃい。じゃあねー。ああ、一人になっちゃった。どうしよう。みんな助けてー。はい、ではそれでは告知コーナー行きたいと思います。今日はビッキーさんの告知も私がしちゃいます。よろしくお願いします。はい、まずはテレビ情報から。歌うセールスマン、はい、こちらは千葉テレビだと毎週月曜日8時から8時半まで放送してます。3月20日次の月曜日の放送はミナメロが哀愁ドラマのコーラスやってます。昨日 V チェックしました。顔がパンパン。はい、はい、続きましてライブイベント情報。はい、まずは歌謡ショーです。2017年3月19日日曜日、イトーヨーカドー四つ木店、もうすぐですね。明日だ、明日です。はい、こちらに高出和也さん、カモン亮さん、そしてビッキー店長が出演します。皆さん明日見に来てください。時間は2時から2時45分です。はい、続きまして翼プロデュースイベント、
こちらはビッキー店長が審査委員長&ゲストコーナーです。2017年4月9日日曜日、場所は鎌ヶ谷大仏にありますコーラスラインさんです。よろしくお願いします。続きまして、翼歌謡フェスティバル創立30周年記念、はい、2017年4月26日水曜日、会場は船橋勤労市民センター地下大ホールです。こちらでビッキー様ゲスト歌唱です。はい、続きまして、千葉テレビカラオケ大賞21カラオケ大会です。2017年4月29日の土曜日、茂原市ショッピングプラザアスモさんです。はい、こちらもビッキーさんの歌謡ショーでございます。はい、続きまして、青空キュートプロデュース新緑バラエティディナーショー、はい、2017年4月29日土曜日です。はい、会場は大手町サンキュープラザ4階の大ホールです。はい、詳しくはこちらです。縮小しました。はい、続きまして、織本かなめ発表会、はい、こちらは2017年5月7日の日曜日です。こちらはゲストにハンジナさん、ジミー大越さん、岩崎よしみさん、そしてビッキー店長です。はい、ぜひ来てください。あ、場所は千葉障害学習センターです。よろしくお願いします。はい、続きまして、茨城県 YM 企画カラオケイベントです。2017年5月13日土曜日、時間は15時頃ですね。こちらゲストでビッキー店長が出ます。会場は土浦ピュアタウンです。はい、続きまして、第24回ミュージックスタジオようこ歌の祭典、はい、2017年6月3日土曜日、9時半会場の10時からですね。こちらもビッキー店長がゲストです。会場は東京都江戸川東部フレンドホール、入場は無料です。はい、続きまして、緑川音楽教室30周年歌謡祭、2017年7月22日土曜日、10時会場の10時半開演、松戸市民劇場、こちらも入場無料です。はい、そしていつも言ってる大事なイベントですね。はい、第7回響きの会チャリティー歌の祭典、2017年10月22日日曜日、会場は9時半、開演は10時です。会場は千葉市美浜文化ホールです。チーム対抗戦があったり、個人グランプリがあったり、盛りだくさんの内容です。皆さんぜひ来てください。はい、そしてみなめろちゃん情報です。6月25日の日曜日、市川グランドホテルでカラオケ喫茶オルゴール30周年ディナーショーが開催されます。こちらのゲストでみなめろ出演します。ぜひ来てください。あとルービーブラザーズさんですね。はい、井原さんとまたお会いできるのが楽しみです。はい、こんな感じでニュースすべて読み上げました。あー、これ一人大変ですね。もう店長はさっきガチャって言ったんで出かけたと思います。それではまた来週、みなめろでした。バイバーイ。